はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズ3、今回から上級編ですね。行けるところ順番にやっていきますか。まずは煉獄峠から。煉獄峠の魔界上級。なんか変な三兄弟がいたよね、ここ。向こうに神殿が見えるだろう。あそこでアンドロスが儀式をやってるだ。もうすごいベホマスライムとか普通にいるんだけど、もうこいつ欲しい。いけるかな。火力高ければもう名は知れ渡ってなくてもいけるでしょ。石炭つむり。まず通常でどれくらいあるかだけ。あんまりいかねえわ。やっぱり名を知れ渡ってないとダメか。機嫌悪くなったらだいぶダメになるからな。毒行き、毒行きばっかだな。灼熱、空裂弾強ハートブレイクとかいらないな。封印しよう。経験値3000、 1.3 倍になるとだいぶだな。レベル30くらいまではちょっと上げたいよね。キラマシン2とか。ちょっとキングジョーカーとガルーダを組み合わせてスライムベホマズンを作りましょう。まあ、別に特殊配合じゃないんだけど、全体回復は絶対必要でしょ。でブレスマスター、ここからカオスかマジックパワーアップか。マジックパワーアップ、マジックパワーアップちょっと鍛えときゃよかったな。まあいいや。スライムベホマズン。我ら炎竜三兄弟、大抵の敵に粛清の炎を燃やすまがなり。三人いっぺんに来るか。なるほど、ドレンガ、アンドロス、アルガ、アンドレアルか違う、全部つなげる、2文字ずつつなげるとアンドレアルになる。でジェネラルが一回買収を投げかけて、あとお任せでいいや。第一弾で300前後か。灼熱弾で X 食らう。あ、まあまあまあだな。激しい方もゴールデンゴーレムとか結構食らうな。デホマズンがやっぱりちょっとな、レベルが低い関係もあって、そもそものヒットポイントが低いから、ちょっとこれで回復させて、スライムベホマズンを命大事にしよう。これを一旦ちょっと立て直し、第一弾基本100とかで12000。おお、いいね。15000になるかめっちゃ上がるわ。でただスキル的にはもう全体回復全部覚えて、ブレスマスターもあと輝く息だけだから、ちょっと置いといてマジックパワーに振るのはありだよな。でジェネラルはまあジゴデインマダンテくらいだったら別にこれでっていう感じだしな。でキラーマシーンも攻撃ラップ4、攻撃力アップ4が異常なんだよな。で剣闘士ギガブレイクあるからな、まあ、ちょっとギガブレイク覚えさせるか。でゴールデンゴーレムはまあ息吐かなくてもなって感じだから貯めておこう。我は炎を持ってこの魔界を浄化する者、そなたらも我が豪華で天へと返してやろう。連戦かよ。極炎鳥ルタガルーダ、まあ、レベルアップしてるからね、全員ヒットポイントは回復してるんで、また同じパターンでいいや。逆風、マジか。ブレス反射、ちょっと待って、なぜ魔人斬りを使う。ギガスラッシュ、おフバーハ、まあこれで多分体勢は整った。いけバキクロスの呪文だ。
熱よ。ちょっと待って、なんでまあ会心出たけどさ、ベホマズさすがだな、回復量が。ギガブレイクの連発でマジマジクパがどんどん減っていく。灼熱フバーハ、いいね。フバーハなかったら逆にきつくないか。ちょっと待って、マジン切り、マジン切りマジやめてほしいんだけど。ちょ、普通に攻撃させるか、キラマシン2は。マジン切り封印だな。バギクロース痛いです。275。ちょっと待って、怪人ただ強い。最後は怪人に助けられた、魔人斬りの。あーでもすげえ、めっちゃ経験値稼ぎにはなったな、この回。よし、これで上級も名前が知れ渡ったと。では次は甘味料の上級に行きましょう。甘味料上級。ここが甘味料の魔界上級エリア。禁断の魔獣が向かった場所ですね。そんな話だったな、そういえば。忘れてた。さあ、またモンスター。あれ、これどっから行くの。なんかやたら高い位置から始まったな。下に落っこってっていいのかな。あ、ドラゴン。あれ、コロネオンホワイトバージョン。メンツはね、ゴールデンゴーレム、キラーマシーン2、スライムジェネラル、ベホマズンで、デザートデーモンと地獄の門番合わせればアークデーモンができるので、この2人でちょっとアークデーモン作りたいっすね。ちょっとこのコロネちゃんに対決を挑もう。あ、やっぱりコロネホワイトか。あ、今の段階だとちょっと無理だよな。キラマシも攻撃してジェネラルか、一回バイシオンかけて、一応パターン的にはねこんな感じでやってる。スカウトするとき体力減らすだけで全然違うんだけど、どうかな。あ、でも60いくか。オッケー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 、よし。ま、一応とっ捕まえておきましょう。コロネホワイト、禁断の魔獣。ああ、あのアマちゃんなら先ほど姿を現したな。しばし睨み合ったが、この上級エリアのオカーゼル様の筋肉にビビって逃げていったぞ。とりあえずこいつは禁断の魔物ではないみたいだね。ではサクッといきますか。バイシオンだけ唱えて、例によったとお任せで。ギガブレイクと、ギガブレイクとかここら辺はバイキルト効果なさそうだよね。物理依存っていう感じではないから。ギガスラッシュだったら普通に殴ってほしいなっていうのがあるんで、殴らせよう。キラーマシーンは少なくとも殴らせて、ゴールデンゴーレムはどうだろうね、まあ、一応殴ってみる、どれだけ出るか。スライムジェネラルはな、ちょっとお任せにしよう。280。でもそう考えるとバイシオンで280だったら全然技使っても強いのか。バイキルトかけなきゃダメかな。バイシオンは1段階アップで、バイキルトは2段階アップだからね。ちょっともう一回バイシオンかけるか。そうすると何段階まで上がるんだろう、そもそも。第一弾で366だもんな。いや、バイシオン1回じゃちょっと技には届いてない。ギガスラッシュで、これで2段階てか、最初のバイシオンが消えてなければだけど、倒した。そもそも15,000。1万5000が1万9500になるのはめちゃくちゃでかいな。で、地獄の門番とデザートデーモンもだいぶレベル上がったんで、ちょっと悪デーモンにするか。あの邪魔なカーゼルを倒したことは
見事だった。褒美をやろう。後ろの魔法陣の真ん中を調べてみるがいい。え、これ絶対さ罠でしょ。あれ？ほら敵に背を向けるとは愚か者め。先生食らう系か。あれ、シルバーデビルもいる。シビー岩石落とし、結構食らうっていうかやばい。これはマジベホマズの案件だな。ベホマナーもあるけど、ベホマズちゃんがベホマズ覚えてるから、これで立て直そう。でギガブレイクで400とか異常なんだけど、やばい、死ぬ。え、何今、うん、わっ1残った。ベホマズがちょっと遅いのか。しかしザオラあるしかない。ザオリクがない。ザオリク落ちていないやっけ。じゃあ世界樹を使うか。世界樹の方が2枚あるから生き返らせよう。ベホマズンは常に打っておくか。42回使えるな。そんなに長期戦にはならないと思うから、はっ、常にベホマズン連れていこう。げっ、身代わりしてきた。根荷物タイプ最悪だー。出た、根荷物タイプ。一旦立て直す。これでこいつも根荷物のか。じゃあ攻撃、いや強っ。ギガマゴットだ。全員とか念に持たれるぞ。ほら、さてこっからどうする、ま、とりあえずヒットポイントはまあまああるから。ちなみにこれって何、死んでいる仲間を全員復活させて。すげえ、完全復活じゃん。店長のソーマなんか手に入れたけど、そうするとちょっとバイキルミンでもうキラマシン2を強化しよう。今回回復できないけど、まあしょうがない。押そう、このままキラマシン、お前の力で押す。ホイミちょっとでも回復させる。岩石落としがめっちゃ食らうんだよな。いや最悪やばい、こいつ強い。それこそマジで道具駆使しないと。世界樹の雫使うか、世界樹の雫を使うか。聖水でマジックパワー回復させてベホマズンにベホマズンを唱えさせようと思ったけど、そもそも今足りてないんだ。ジェネラルでベホマラとなるか。回復力も必要になってきたな。やばい、このさダブル聖剣突きマジで強いんだけど。頼む、キラマシン200回、これはマジで強いぞ。店長のソーマ使うか。これを完全復活ブレス一体。いや、ギガマホトラ最悪なんだすげえ奪われた。あ、全員ってわけではないんだ、ランダムに何回かっていう感じか。倒した、危なかった。そしてまた経験値2万。なんか最近2回連続の敵が多いな。確かに強かった。さあ、そして作るのはアークデーモン、地獄の門番とデザートデーモンで、ちょっとスキルを確認しよう。ヒットポイントアップ2になってんな、なんか知んないけど。
あ、マジックパワーアップに、あ、爆発の心持ってんじゃん。え、アークデーモンってもともと何持ってる？まあいいや、ちょっと鍛えちゃおう。で、3にするのは200必要だから無理だな。よし、これでいこう。爆発の極意、そもそもストームを持ってんだよね。またかぶりだな。イオナズン、あ、でもイオナズンとかはないのか。一応これ2つ重ねるか。じゃあで、ヒットポイントじゃなくてマジックパワーアップ、これはつけておこう。ミステリアスって何？いやいや、アッパーか。いや、マジックパワーアップだな。最近ちょっと基礎能力が上がるやつも1個入れておきたいからね。アークデーモン、さらにもう1点バトルレックスも作れるんだよね。でこれも特殊配合でアックスドラゴンとマムで、スキルは、まあ、こんなもん。アップ3がある、アップ4にしよう。火力に全振りだな。バトルレックス火力全振り、まずバーニングがあって攻撃アップ4があって、でバーニング系ならフレアだよね。なんかマジまた被ってんな。まあ別にこれ鍛えたわけじゃないんだけど、だフレアって結構いいよね。もともと誰が持ってたか忘れたけど。じゃあ休みカードでもいい気がするな。煉獄火炎の最後は変わらない、灼熱も変わらないし、あ、バイシオンあるじゃん。あ、じゃあもうこれ休みガードにしよう。豪傑は？いや、休みガードだな。アックスとマム、バトルレックス、ドランゴにする名前。ちょっと変えてみよう。まあ名前なんて気にしないけどね。ドランゴにしましょう。はぐれメタルを倒したーい。あ、2体いる、しかも気づいてない。超ラッキーなんだけど。ゴールデンゴーレムってメタルキラ持ってんだよな。ま、絶対1体倒すためにこいつに攻撃を集中させよう。強っ。キラーマシーン強すぎるんだけど。これは効かない、しょうがない。あとは逃げてくれないことを祈る。いけベギラマ、バカなやつだ。でキラーマシーン異常なんだけど、火力が異常だよ。経験値やば、19万とか。これこそ異常経験値だよ。みんな5レベルくらい上がってんだけど、下のメンツに至っては10レベルくらい上がってる。下のメンツ入れ替えときゃよかったかな、ベホマズンとかとアークデーモン。まあいいや。いやー、実りある戦いだった。それでは鉄鋼砦の魔界の上級に移動しましょう。あれ、バトルレックス普通にいいんだけど。あれに見えるのがヘルバトラーの居城です。いや、普通にバトルレックス見えるわ。あ、スライム防具的な感じかな、こいつは。スライム防具はね、仲間にしてないからね。で、ゴールデンゴーレムを配合させちゃったから、ちょっと一回経験値稼ぎをしよう。今レベル1に戻したんだよね、ちょっとスキルが欲しくて。え、これイベントバトル的な感じなの？いいえ。先へ進め、やるか、ドランゴ。攻撃力高そう。いきなり襲いかかってきたし、これってデフォルトなの？強っ。
3回攻撃あるときついよな。一応こっちもねドラゴン入れてきた。大きさが全然違う。こいつペホまず、あとお任せ。蒼天魔山やばい、やられる。危ね、ギガブレイク。ベホマズーン完全には回復しきってないな。ダブルギガブレイク75、弱。入れ替えよう。ちょっとゴールデンゴーレム、いやアクデモンの方がいいか。ちょっとゴールデンゴーレム今弱いからな、アークデーモンに切り替えよう。さあそしてアークデーモンは意欲なんで、でベホマズンはベホマズン、あとよろしく。バーストモード、なんで強敵を目の前にしてバーストモードが発動したか。いけスーパーベホマズン、光の息。あ、2回行動になってる。ギガフレイクのマジックパー消費が激しすぎる。ギオグランデ340、強い。これ倒したけどさ、どうなの、経験値めっちゃ普通だし。世界中のハゲットした、やった。お、これでゲートオープンか。じゃあ先へ進んでいきますか。私が踏みつぶしてきた命の一つとなるがいい。最近音も連れてるな、シャドウサタン。さあどうしようかな。アークデーモンのねイオグランデがやっぱり強い。あのブレイク持ってるんですげえダメージ取るからね。とりあえずバイキルミンでキラーマシンやっとくか。ほっ、で大地山って反映されるんだっけ、500とかすげえ。何でもこれでも音もすら倒せなかったか。ギガブレイクでも300通るんだ。爆裂拳全然当たんねやんけ。よくなんて500とかね、マジ強いわこれは。楽勝か楽勝だ。経験値すごっ。これ A クラスいけっかな、挑戦しちゃおう。頑張って。それでは第一試合ゴーンファイ。うん、全然わからんメンツだな。まあ、とりあえずベホマズンは命大事にして、あとは攻撃あるのみ。よし2回、さすがにヒットポイントはあるな。ギガブレイク、やっぱジェネラルのギガブレイクはちょっと弱い。ラストスタンドはヒットポイント1でしょ。あとお前だけか。アークレイもね遅いんだよね。イオグランデ初っ端で打ってほしいんだよな。それでは続いて第2試合ゴーファイ。あー強そうだ、サタンメイルとかデュラハーンは持ってんだよね。なんか卵から生まれたタナトスムーチョ。まあそれなりに食らうな。ゲッバイキルトとかやばい、150食らうな。バイキルトで150か。デフォーマーズで一旦立て直して、よっグランテいけ強っ。残るはお前だけだ、サタンメイル。それではラスト第3試合ゴーファイ。なんか相手もスライムベホマズンがいるっぽいな。嘆きの亡霊アークマージか。おたけび
あ、大丈夫？多分これダメージクラス、やっば！超食らったんだけど。デホマズンっていうよりはベホイムを打ってほしい。ってかベホイム持ってたっけ？てか向こうのベホマズンかよ。こっちもベホマズン。だがこのイオクランデの前には500。さようなら。いや、アクデイモンマジ強えわ。勇気の証か、なんかちょっと微妙な気がすんな。出場するか。じゃあそのまんまエクサの A クラスも行きましょう。それでは第一試合やっちまえ。はい。ウドラーがいるサイズか。まあ、まずはダメージを当てていく。62、まあ、ただ攻撃してくるだけだったら全然大丈夫だな。やっぱこういうのが痛いんだよね。呪文封じられた。で最後にイオグランデ、これで終わりでしょう。つえ、マジつえわ。それでは第2試合やっちまえ。はい。なんかサソリがいっぱいいたな。あ、サソリと低い鳥ホークブリザードか。一発目にね、やっぱり打ってほしいんだよね、イオグランデを。ゾロキ、誰も死なない。こいつはみんなギガブレイクに弱いっぽいよな。で終わり。お決まりパターン。誰が強そうだ、ちょっとわかんねえな。マーマンとかなんか弱そうな気がするんだけど。マーマンを育てたのかな。爆裂剣弱。メラガイア、これは効くでしょ。5300。しかしベホマズっていうか、もうこの次のヨーグランドで終わるからね。等身の証、これはなんだ。次はいよいよ S クラスだ。ごめんな。 S クラスは準備中みたいなので、もうちょっとストーリーを進めてからかな。じゃあさっきもらったこれ見れんのかな、中身。勇気、あれどれだっけ。勇気と闘神だよね。闘神を覚えるって言ってもさ、覚えちゃったらもうわからん。闘神と勇気は何なのかちょっと調べないとわかんないですね。というところで今回はここで終了して、次回はまだ上級が残ってるんで、そっちを進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。